どうぞご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。今回なんですけども、はい、まあ、もう知ってる人は知ってるよね。このパワータスキングモンスターストライクからのエイプリルフールやっていきましょう。まあね、ドッキリを楽しみたい人はこの先は見ないでください。このパワータスキングをすることをあることが起きるんですよ。なのでそれを見ていこうと思います。いや私もね、あのサブで適当にやってたらおおってなったんで、もうね、何も知りたくない人はここで動画撮ってください。マジで、はい、もう純粋に何も考えずにパワータスキングをプレイしてください。その方が絶対楽しいから。私は知ってるから今ワクワクしながらやってる。いやね、やっぱモンスターってこう、なんだろう、そういうイベントを大事にするよね。ありがたいでございますよ。はいはい、じゃあそしたらね、倒していきましょう。パワータスキング、あ、多数を丁寧に欲しい人はこうやってルシファーでやるのやめてください。これはあくまで動画は尺の都合でちゃちゃっと倒すためにやっております。さあ行くよ。ってパワータスキングが倒れるじゃないですか。はい、エイプリルフール来るよ。あー、パワータスキング終わったぜ。からの、はい、スピード報酬見てくださいね。さあ、これが何が出るかっつうと、フォノーかーいってなるじゃないですか。はい、エイプリルフール。あ？おお？からの、はい。いや、微妙だったけど、モンスターストライクさんありがとうございます。エイプリルフールイベントだね。じゃ、バイバイ。ありがとうございました。ちなみにね、これ限定も出るらしいです。サブは今のところ出なかったですけどね。バイバイ。